Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. Okay, guys, we'll be wrapping that up now. Thanks for attending. ご覧いただいているようにスタジアムはすでに満員。試合開始を前に大きな盛り上がりを見せています。注目の一戦も EATV でご覧ください。今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は西岡明彦。解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。熱戦の続くリーグ戦。この一戦はジュニアーズがグリムズビータウンを迎え撃ちます。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。こちらがアウェーチームのラインナップです。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、中央からの攻撃を重視しているようですね。局面によっては4-4-2や4-3-3に変化させてくるかもしれません。前半が始まります。キックオフです。ダニク、うまく読んだインターセプト。いいパスだ。ボックス内でボールを奪取。これは勇気のある守備です。ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。ここでボールを失いました。
中盤での攻守の交代が激しくなってきました。サイドに空いたスペースを見逃しません。マイナスのクロス、あっと危ないところでしたがブロックしました。ボールはエリアへ。厳しい状況でしたがよくしのぎました。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。スローインが与えられます。前でインターセプトした。これは絶妙なスルーパス。ここでスルーパスを狙う。決まった。先制ゴールです。このチームがボールを支配する時間が続いていたのでゴールが生まれる予感がしていましたね。相手は何か対策しないとまずいんじゃないでしょうか。リプレイが出ます。スルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのシュートでした。威力も抜群ですね。レフェリーはアドバンテージを見ています。タックルでボールを取り返します。ボールを前に運んでいます。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。ゴールシーンのリプレイをどうぞ。おっとインターセプトです。このボールはタッチを割ります。スローインです。味方がフォローに来ています。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。ナイスタックル。ボールを取り返しました。さて前半も残り時間あとわずかとなりました。今のところ試合をリードしているのはホームチームです。1点とはいえしっかりリードしたことはチームの連携が機能している証拠ですね。このままハーフタイムを迎えられるようミスには気をつけた方がいいでしょう。ディフェンスボールを奪います。入れば同点ですが、ここで長いホイッスル。前半終了です。
前半に関してはこの選手のプレーがよく効いていました。福西さん、今日は好調そうでしたね。試合をリードするゴールは見事でしたね。後半が始まります。敵陣へボールを運ぶ。打てるか。ダニー・ローズ、これは勇気のいるタックルです。福西さん、いろいろな噂が移籍市場をにぎわせていましたが、ついに契約にこぎつけましたね。これまで長く活躍してきた選手ですが、これが最後の移籍になるでしょう。移籍先でもベテランとしてチームをまとめてくれるんじゃないでしょうか。中にいいクロスが入ります。クリアで逃れようとしたものの、これでは攻撃を断ち切れません。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。タックルでボールを取り返しました。ロブで裏を狙います。これがつながればチャンス。ここで打てるか。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。これはあるか。パスが通った。うまくかわしました。しかしここはもう一人の選手がカバーしました。カウンターも狙えます。長くボールを持ちます。ダニー・ローズ、これは面白い。試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。映像が来ましたね。攻め込んでから折り返したパスが効果的でした。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。このパスはカットされました。スペースへのボール、主審がファールを取りました。フリーキックです。選手を交代させるようですね。ディフェンスがうまく対応。試合は終盤ですが、サポーターからの大きな声援を受けてチームは勝ち越し点を挙げられるでしょうか。残り時間は20分です。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。裏を狙ってきた。このロブがつながればチャンスです。ここはサポートがあります。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。いけそうです。キーパーとの1対1という場面もスーパー。いやー、キーパーはよく反応しましたね。チームを救うファインプレーでした。ここで選手を変えてくるようです。ゴール前、これはシュートミスでしょうか。
自ら持ち込んでいく。いいロブですね。これは得点のチャンスか。決まった、ゴール。これで再び1点リードです。映像が来ました。ボールを浮かせてディフェンダー越しにパスをつないでいます。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか、同点に追いつけるか。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。アダム、ここはボールをダッシュしました。絶好のチャンス、入れば同点となります。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね。みんなゴールへの期待が大きいですね。アディショナルタイムは3分との表示。アダム、1点差での勝利となりましたね。難しい局面もありましたが、よく守りきったと思います。ここで勝ち切ったという事実が大きな自信になりますね。福西さん、それにしても今日のこの選手のプレーには目を見張るものがありましたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事。 Time for a quick question. No further question. Thanks for your time.